できますか？対戦できますか？はい、眠いすきでやりますよ、はい。ありがとうございます。はい。恐れ入りお、ま翔す。太、おはよう。はい。せやな、2020、そやな。シュガー、そやな。翔太、ありがとう。ジュリア、言何言っっててみんるだもんだ。よかった。気になってたんですよ。よ。あ、そうですか。ユナキーさんすか。ライブ始めた感じ。嬉しい。はい。気になってライたっブちょって。と。なんで気にめなってちゃめたちゃん？気になってて。どんなで、風に？どんな方なんだろうって気になってて。で、まあ、ちょっとなんかね、おこがましいなと思いつつも、ちょっと勇気を出してお誘いさせてもらいました。勇あ、気めっを出ちしてゃ。よかったです。ああ、よかったっすね。はい、めちはゃめちゃ良かったです。い。ユナキーさんはあれですか、週間ランキング乗ってんすか、今。とんでもございません。だ99から位ま余で。計に。あ、99位まであと何ポイント必要なんですか。どうなんだろう、失礼します。はい。連想やな。マハロ、そうやな。260.9個のダイヤモンドですね。260.9K でしょ、それ。そうです。なので、ユニバがね、8個来ないと無理だね。ヘムヘムヘム、ヘムヘムヘム。今なら告白できるかな？なんで俺告白することだって、なんでユナキーそうにか告白ね。することだって。じゃあユナキー、今から朝活しよう。ノートレイヤ朝ー。いくぞ。活。朝活、これちょっと全部足してみろ、これ。いくぞ。全部足すぞ。はい、全部足した答え言ってみろ。無理です。8103や。頭の中ペン。日本一ですから。うん。すご告ー白チャンネル。まあ、余裕ですね。うん。週間ランキングも34位、フラッシュ暗算も日本一で。うん。そういうことになってますね。うん。い。なんかそういう方、なんかテレビとかでは見たことありますけど、ああ、テレビ出ますよ、今度またフジテレビ俺。うん。水曜日のダウンタウンも出たことありますし、神戸大学も出るし、数件準1級持ってるし、うん。そうっすよ。うん。TikTok やっててよかったです、私も。だってやっマてジっなすかっか？たら絶対お会いできてないですもいや、全然っすよ。ん。おユナ話キーも。さんって、あ、折り鶴、バタフライ、今日は今までのセンキューな。そう、怖って言われちゃったよ。あ、すごい、ありがとう。違う、すごいってことですよ。ああ、逆にですか。はいはい。はい。翔太バランマ。ユナキーさんは、13歳ですか？何歳ですか？あ33です。れ、俺より年上？マジ？俺30なんですけど、見えなかった。おお、ああ、ありがともしかしうてご結婚されてて、なおかつお子さんいらっしゃいます？ございます。全くです。どちらにも当てはまらないですね。ああ、独身の方ですか？はい。ははは。アホハハって笑ったらあかんのか。いや、俺も独身です。全はい。然。すいません、すいません。笑ってお、くだ形さ成、い。ラスカル。あ、13歳でおもろかった。ユナキャンって言ってもた。すいません。ユナキーさんは、普段何されてるんですか？仕事ってことでいいですかね。いや、それはまあ、息吸ってるとか、ね、トイレ行ってるとか、そういう話はしてませんよ。それはもちろん。うん。それ仕事でしょ、どう考えても。友達と卓球しに行ったとかそういう話も別にして。ユタシバラ、うん、ユタシ。ユタスいるの？ユタ、けどね、ユタシにさっユタきスいるボッんですコボコか？にやられたんですよ。ボッコボコにやられたんですよ。ボッコボコにさっやられきたから私もうの友ね。達もユタスにお世話になりました。じゃあ、俺お世話になってないんですよ。ボッコボコに、やられる側なんですよ、俺。いつも。はい。もうユはタス様はもい、お、う、ラスカル、グミ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 は、マサス系だね。マサス系ってなんすか？結構ハッスル系ですね。あ、はい。すごい、ユナキーさん頭ではもいい普段、し。はい。そうですよね。ごめんなさい。夜の仕頭事もしていいのは接し、客業です性ね。格もいいし、イケメンだし、顔もかいいっこし。いいし、うん。で、はい、じゃあハッ告スル白しだてこいし。よ。あ、告白しよう。情はい、熱だ告し。白してこい。はい、せーの。はい、プロポいや、ロおさこんが大好ましきいでです。す結婚しよ。てください。おこ翔が太、ましいです美しいよ。翔太、よう限りない翔太よ。お、ラスから金曜日楽しんでるか？うん、勝って、そう、俺が勝って、な、合ってます。勝って、お、めおめおサングラス、お前このタイミングでありがとうな。このタイミングでありがとうな。うん、俺が勝ったら、ユナキーに告白してもらいましょう。そうや。
そう、そして最後の俺が勝つの、やめてかけない、レイやめてかけないで、カナメもやめてかけないで、やめてかけないで、そうや、俺が勝ったら告白や、俺が勝ったら告白させるね、行くぞ、これあれだね、すぐカラーシャン来たラッシャン来たー、ね、エッグタピーン、大仏もいけるよね、ナイスナイス言うて、え、マジっすか、これが俺の実力で、え、何、おめでとうございます、ありがとうございます、参りました、ヘム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 、センキュー、感謝させていただきます、1位、はい、シュガーナイス観覧車、観覧車のてっぺんでシュガー、うま、しような、ありがとうシュガー、ね、そしてラスカル、ラスカル一緒に旅行行けて楽しかった、さすがだ、メンメンも最高のタイミングのサングラス、どうもタモリです、ありがとうございます、ショータンも朝からありがとう来てくれて、カナメもありがとう、レンもありがとう、ジュリアもありがとう、ユーザーも、流行りも大道芸人もみんなまとめて大感謝です、どうぞ、へめへめ、はい、おめでとうございます、失礼します、ありがとうございます、はい、中さんありがとう、アンナさんありがとうございます、シロちゃんありがとう、エイジさん初めてですよね、ありがとうございます、ヤスさんありがとう、ああねずこさんありがとうございます、カズさんありがとう、あのみありがとう、あエンドティさんありがとうございます、お待たせしました、はい、というわけで、まあまあユナキーさんちょっとあの可愛いんで僕ちょっとフォローしちゃって、あ逆にフォローしてくれたんです、ありがとうございます、ああどうもありがとうございます、じゃあまあ僕ちょっとすみません勝っちゃったんで、まあ勝った方は負けた方になんかその頼めるんですよ ね, ますよ ね, ねなのでまあ、プロソロさん大好きです、結婚してくださいって、ちょっとすみません、あのネタでいいんで言ってもらっていいですか、私でいいんですか、いやいいっすよ、もうマジで33歳と30歳ちょうどいいっすよ、お願いします、まあね、私も同じくらいがいいかなみたいな、はい、まあもうネタでいいんで、ね、照れるんですよ、本当に照れるんですよ、なんで照れんねん、はい、ぜひお願いします、あ、じゃあ分かった、はい、いいですか、じゃあどうぞ、プロソロさんって呼ばせてもらっていいですかね、そうですね、プロソロマンプレイヤーなんでプロソロさんで大丈夫ですよ、はい、はい、じゃあプロソロさん大好きです、結婚してください、大好きなんで、はい、結婚してくださいって言ってください、はい、やっぱされたい方なんで、それ罰ゲームになってないで、それ負けた方が言っちゃダメなセリフナンバーワンな、うん、言ってあげて、プロソロさん好きです、今度ご飯行きましょうでもいいですよ、プロソロさん好きです、今度ご飯行きましょうでもいいですよ、ぜひぜひ、はい、食い気味に、ぜひぜひじゃなくて、プロソロさん好きです、いや、いっぱい飲みにじゃないか、いっぱいいっぱいいっぱい飲みに、食い気味に、あ、話が長い、話が長い、話が長い、いっぱい飲みに行きましょうね、いや飲み行きましょうねじゃなくて、だからちょっと罰ゲームやから、プロソロさん得意だな、うん、プロソロさん一緒に飲もうやって、プロ、じゃあプロソロさん今度一緒に遊ぼうやって言ってください、あ、はい、はい、じゃあプロソロさん今日、あ、今日ね、あの今日じゃなくてもいいんで、はい、また遊んでください、嫌です